埼玉県出身の鈴木雅人です。新宿のローズマリーズ東京というお店で一応キッチン長という立場でやらさせていただいてるんですけど、ローズマリーズはイタリアンがベーシックにあるんですけど、お店を展開している本店がニューヨークということでだいぶこう洗練されたというか、そのまま見るとイタリアンではないような出来上がりになってるんですけど、使う食材だったり調理方法だったり、まあ、根本のところにまあイタリアンが流れているような感じ。最初もともと上京をするときに料理をしたくて来たわけではないんですけど、その時、たまたま一番最初に仕事をしたのが、まあ、レストランの料理の仕事だったんですね。なのでまあそこからですかね、料理の魅力というか今自分に合っているなというような感覚があったので、まあ、今も続けています。もう1年前ぐらいになるんですけど、イタリアに3ヶ月間ほど実際に向こうのレストランに入って料理の勉強をしに行ってきました。ミキアモマサト、ピアチエレ。まあ一番印象に残ったのはやっぱりその人柄というか、イタリア人っていう人たちの人柄に刺激を受けたかもしれないです。そういう文化の中で過ごしたっていうことが、まあ、一番刺激的だったというかね。決まった生き方をしたくない人たち、なんかこう志のあるような人たちはすごくやりがいのある会社だと思うので、まあ、その夢を実現するために、まあ、カフェカンパニーに働いてみたらどうかなと思います。